かな。 やっぱりここじゃなかったね。 この町はもう一つの同じ会社のところがあって、その違うところに行かなきゃいけない。
U ターンか、もうしたよ、もう。ふぅ。ちょっとこれは、いやこれはやめよう。左行けないですけど、もうどうしよう。ここもダメでしょう。
turn left onto Fiat Almias, then turn left onto Rue des Deportes. Head northwest on Rue de la Croix, cruise straight towards Rue Serial Vice, Serial Vice Strat. もうどうやって町同じ町だけど町の反対側にある。で町だとなんか狭くて通れないから、もうその町の反対側はどうやって行けるの。まあ、とりあえず進んで、いやーこれは、左だけこのコンクリートがあるから無理なんですよ。ラウンドバウトで U ターンをしまして、あそこっぽいだったね。あそこっぽかった。他のトラックも止まってたからもこれでよし。多分このどこか。You have arrived.
いや、ちょっと歩いて探そうか。またなんか変なところに入ってしまわないように。わかった、うん、ここ左、もうトラックをあそこに止めて歩いてここに来たから、もうランプまで聞いて、どこのランプかはもう決まった。ので今からはもうあそこに行きますけど、ちょっとおっさん、どけてください。いや、取れると思うんだけど。ここです。じゃあここも先にドアとか全部開けないと。
ドアが。じゃあ次、あともう一つ。前の会社の荷下ろしした会社はみんなオーランダ語を喋ってたけど、今の積み込みの会社はもうフランス語だけだった。みんなフランス語喋ってたから不思議だね。距離近いのに同じ国なのになんか言葉は別本当に一つの町はオーランダ語、次の街はもうフランス。一回ちょっと休憩したくて、この道だと駐車場が全くないけど、こうやってこの道の隣にある車線に止まって休憩を取ってるトラックは何台も見たから、俺もそうしようと思って、今はここでまあ45分の休憩ぐらい、ちょっと長くなっちゃったら1時間でも大丈夫そうな感じで、この
フルトレーラーのトラックのいいところはこんなところでも誰にも見られないでフリオリできる最高だねこれ。最後の積み込み、この今日積んだものはここに下ろしてもらうみたいで、他のものを積んでもらう。これはロマニアに行くから、ここで他のトラックに乗せ替えてっていう、まあ乗せてこれがロマニアに行く。これはポーランドに行くものをここから積んで運んでいきます。これもポーランドに行くと思ってたけど、ここの事務所に来てからこれを下ろして他のものを積むと言われて、まあ確かに書類を見たらこれの目的はこっちだったから、ああそういうことかと思って、うん、でこれを下ろして他のものを積んでからポーランドに向かいます。もう今からあんまり面白いことはなさそう。ただ2日間ずっと高速でポーランドに行く。なのでもこの動画ここで終わりにしようかな。結構面白かったね、このフルトレーラーのトラックの最初の3週間、アイルランドもこのベルギーもなかなか久しぶりのベルギー。このチャンネルの初めての動画、最初のアップしたトラックの動画はベルギーだったで、ちょっと懐かしい感じがしましたけど、うん、今日はこれを積んでからポーランドに行って、ポーランドに到着したら1週間の休み。でも今度はもうこういうトラックで行こうかな。なんかバックしやすい、自分はこれの方が合ってる。普通のセミトレーラーよりはこれの方が簡単。まあ人によってね、多分どっちがいいか人によって違うけど、俺はこれの方がいい。まあただ積み込みとかはちょっと面倒だけど、
バイバーイ。